コロネットピークサザンカップ、今日は2日目の大回転です。晴れ渡ったコロネットピークですけども、今日は絶好のコンディションで試合が行われています。本日のこのレース、全日本学生スキー連盟東京学院大学スキー部監督の中野信夫さんとともに追ってみたいと思います。中野さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。久藤先生、いつもお世話になります。それでは選手のこのレースを見ました。意味はどうしてた、見てたか。コロネット2日目 GS ゼッケン2番。セッティングはね、昨日よりもインターバルが良かったので、はい、取れますよ。13番早いの、はい、どうぞ。力あるんだろうな、力あるんだろうな。5点目、くれに来てるもん。全然動きねえな。4秒くらいじゃないか、これ。あ、すごい。ポイント5点の選手、US。ゼッケン13番。19点、ゼッケン15番。57秒でいったので、うん、で、のみちゃんが61秒、うん、
先生21番まで誰がいる？シャトシー。あ、お、今はいます。これ取ったら開く？開きます。大きい取ってやろうかな、うん。こんなに打つのが寒いの？はい。何て言う？誰ってますか？ヨシフ。先生、もしよかったら、あの滑ったら。はい、OK です。わかりました。ドミニカは。あら、昨日下じゃないの、昨日だね。まだか。下げんなって。あれは同じなんですよ、あれは。テープのってやつ同じだから、うん、誰にでも落とせるけども、
左側も男子前走先生。もうよれてるぞ。大丈夫か？先生行け！先生！がっつり巻き込んでいったぞ今。ミスターバイアグラ。ファイザー製薬と癒着が取り沙汰されてます。先生、急に言ってんでしょ？男子、ゼッケン2番、まさみさん。まさみ。安住さん出して。あ、工藤です。お疲れ様です。特に上の急斜面のパートは問題ありません。それで、あんま長く乗りすぎたらタイム出ないと思うんで、そこだけだと思います。了解しました。昨日早かったカナダ人、1歩3位だったやつ。あれ、スイスか？ちょっと。はい、ナショナルチーム79年生まれ、45点杉修太さんです。修太スタートします。
ランド34つ目、名前読めない。これスイスですよ、中野さん。はい、14番だろ。15です、14番転びました。お前泣きなさい。旅が旅の泣きなりました、スイスですか。泣いてくるわ。前田妖怪、一応3人もいるべやめ。前田と、はい、あずさと、何やつと、声もいるよ。はあ、僕パソコンそれあるからあれですよ、フロッピー手落とせますよ。こいつでねえな、俺の落としたやつ。カメラの、ちょっとカメラの。知らんすか。送りますか、添付してメールで。うん。ウイルスなしで来てもらえないかな。なしです、大丈夫です。会長、石川さんストップしました。分かりました、ありがとうございます。次はお願いします。次はお願いします。もうちょっと余るのだったな、あれ。でもそのぐらいでないと。
ですね。いいわ。いっぱい切ればいいけどね。風がスタートしました。あ、やっと入った。靴ひこ。すげえ。ついゲージ？遅い。お前の方が早いな。いや、タイム言ってたよ。ゲバルト。こいつ頭使ってんのかな。こいつ黙らんすね。突き外れるから、うまくかわしてこい。どうぞ。ちびけん。そう、よし、いいぞ。抜く方向がいいね。
朝頃ちょうど5メートル飛ぶべかな。ちょっと見えろ、これ。4体は全然飛ばせる。マイクなんだよね。そういうチャンス。さあ、シーバーどうすればいいですか。了解。シーバーどうすればいいですか。ちょっと待ってる、ビデオ撮ってんだから。第一戦優勝。トランシーバーはお前持ってるよ。あ、ちょっと待って、トランシーバーどうする？トランシーバースタートに。タマ嫁頑張るよ。竹原、あとはあれですよ、バッハと畑中だけ。まあちょっと赤いと全然見えない。日本だったらもう死んでるけど、先生と俺いたら。たけし、ふうたけしの池。うちはちょっと悪い、うちは。もうちょっと着くわな。なんか変わったかもしれないけど。ああ、そうかい。見ては来た。見ては受けた。山田さん、降りんの？それほど気になるのは、降りはないけど。ミドルカワー。はい。何番だっけ？128。おお、どこ行くわ。どこ行くの？